はい、令和元年5月の今日は10日です。新御用のですね、事務所でございます。で、こんな感じで今ですね、電話とシール発送スタジオが分かれておりまして、この入ってこっち側の左の部屋が電話センターを、まあ、受付センターというような感じで、まあ、電話をもうこっちで全部まとめて受けちゃおうと、はい、で、ね、当選した国場ゆうたくん、はい、ゆうたくんってことだな、ゆうたくんじゃないな、はい、ゆうたくんやな、ちょっとキラリと光る、うわそうそう、議員バッジやな、はい、どう議員になって品川区議会議員のバッジです。あ、もう今あのちょうど用事があって日々行って議員の区議会行ってますよ。お、事務局でいろいろ相談したり打ち合わせ、あ、新人研修とか、はい、説明会とか、他の新人何おんの、もう新人議員何おんの、新人議員が何人だろう、8人くらいですかね。8人、定数40人で8人、はい、まあ大体そんなもんか。そうですね、6から8ぐらいいると思います、元職含めてですけれども。会派は、会派が入らず、今日、はい、僕は入らなかったんですけども、入らずね、ようやくあのそれが公表されたんで、ちょっとそれを気に入って。ああ、なるほどね、はい、あ、いいよ、座ってくれた、はい、で、まあ、山本君は残念ながら、はい、ね、三鷹でね、はい、時事点だったんだね。そうです ね、はい、まあ、でもこうやって、まあ、当選した人も落選した人も一緒になって、はい、これ電話当番って今いわゆる午前っていうかお昼と深夜で分けて、はい、2名体制でやってくれてるところかな、はいはいはい、どう、電話どれぐらいなってんの。ですね、あ、もうちょっとデータとかつけてるんや。つけてます。やと今日だけで、107件ですね。え、今日だけでそんなに来てんの、はい、すげえな。いや、4、50件です。あ、そう、はい、50件ぐらいですね。あ、100件は来たけど、4、50件な、はい、たった今、はい、3分前と10分前に、はい、今 NHK の人が来てるんで、はい、どうするんですかって。それな、今ちょうど今、そうやな、この時間、今時間がちょうど9時、9時やね、この時間やね、滑り込みの時間、ね、はい、この時間が一番多いんでね、はい、そうですね。だからまあ夜の11時まで、まあさすがに11時過ぎたらなかなか、はい、あの集金にもね、はい、あの回ってない。 NHK も11時を過ぎたらやらないとは言ってるので、はい、まあまあでもね、あの皆さん安心、どう電話を受けてて、お任せください。もう僕らがいればなんか、はい、でも仕事してるって感じするでしょ。いや、もう本当に僕らはもうこの使命感のためにやってるので、もうね、全国の人がここ電話してきてくれて、で電話電話してきた人が我々に電話がつながったら集金にどう、すぐ帰る、やっぱりどんな感じ。そうですね、あの社長もよくありがちなんですけれども、はい、僕らにこう電話をしに行ったら、じゃあちょっと名刺をもらいに行ってくださいっていうふうに言ったら、はい、あ、なんか今もう帰ってましたに、はい、もうお約束のように。お約束だね、はい、そうなんです。今でも、まあ、ちょっと面白かったなと思ったのが、撃退シールを、まあ、貼っていて1年ぐらい来なかったけれども、うん、インターホンを押してきたと、うん、で、あの NHK が組を守ると思う人に電話しますよって言ったら、あ、どうぞ、別にあの彼ら何ができるわけでもないんでっていうふうに言ってて、うん、いざ僕らに電話してたら、もうさっさと帰ってくる。そう、電話してるふりでもいいんで、今回かけてくださいって。そう、本当そうなんね、その通りです。もう僕も何件も受けてるんで、うん、彼らはそうやってね、うん、強気だけど実は電話したら逃げるというね、電話する能力があるかどうかをチェックするやつもいて、ちょっとまあ悪質なんだけど、まあね、だからこんな感じで、あの本当に全国我々当選したエリアも当選してないエリアも、我々は市民区民を守るんじゃなくて、国民全部を、全国の人を守りしていくっていうことで、まさにね、こう中枢で、今まだ電話回線が1回線かな、はい、そうですね、固定ね、03-369607501回線で、今あの5回線10回線と、まあ、とりあえず5回線に増設をして、ね、人がもうちょっとね増やして、あの選挙前とか選挙後はもっと増えると思うんで、はい、そんな感じで考えてますが、とりあえずこれが、はい、あの電話オペレーションセンター、あ、まあ、普通のマンションなんですけど、はい、ね、じゃ あの11時まで頑張ってください。いつでも電話ください。あ、はい、あの090-3350-0267もここにかかりますから、出ずに03からかけ直してるって感じ。すぐにかけ直してるね、はい、あの電話ね、繋がらない、あの、はい、話中にならないようにしてると、はい、いうことで、ありがとうございます。どうも、とりあえず締めとくわ、はい、今頃ですけど伊藤君ご苦労さん。でここがメインはシール発送か、そうですね、劇団シール発送の、伊藤団長ですね。もう夜の9時過ぎてるんですが、伊藤君頑張ってくれてます。まあ皆さん、はがき、あ、切ってくれる人もいっぱいいて、ね、このようにですね、切っても 毎週多くの人に送っていただくんですが、今どんなもん、1日平均、メール件数ですかね、そのシールくださいっていう件数、120件ぐらい、120件ぐらい平均ね。だからどんどん、まあこれ、それこそ
町田でやりだした頃なんてさ、はい、月300件ぐらいやったかな確か。そうですね、町田のね、あの山崎団地でやりだした頃が。でまあ都知事選挙の時とかも結構増えた、一時増えたけど、そうですね、最近はだいたい100件ぐらいだったよね、1日平均するとね、この1年間ぐらい ね、はい、ちょっと増えたって感じかな。ただ選挙、統一地方選挙の時は3000枚とか1回送ったよね、はい、あれどれぐらい貯めたの？2週間分そのということは1日、ね、2週間分で3000ってことで1日200ぐらいか。そうですね、200ぐらい、ね、そんな感じで、まあ撃退シールもですね、どんどんあのもっと希望する方が増えてきて、まあ今日は今これ誰も今残ってませんけど、こういう今日もいっぱいやったよね人。そうですね、この机にいっぱいですね、ボランティアの方がお越しいただいた、あと現職の議員の人もね、今日は大野議員と小川議員、こっちも当番制にしてるの？そうはないの？こっちは来れる人が来てるんよね。あの電話の方は議員とで、ね、はい、あの落ちた人で回してるけどもって感じだね。で、こっち側がいつものスタジオですね、まあスタジオという、まあ、収録しない時はもう何もないので、収録しない時はこっちのスタジオにもテーブルを一度並べてですね、なんだいわゆるシールの発送とかですね、選挙の準備とかをですねしております。で日頃この辺だけしか映らないんですが、これ何回か紹介したことあるんですが、天皇陛下からいただいた私のおじいちゃん、祖父にあたります立花文一の平成3年にいただいたですね、炭鉱旭日勲6等ですね、の勲章です。これがまさに勲章なんですよ。でまあ僕のことがなんだろうな、あの朝鮮人だみたいなこと言ってる人がいるようなんですけども、なんだろうね、もう別に言いたい人は好きにしてくれたらいいんですけど、どうなんですかね、おじいちゃんがに、あの、まあ朝鮮人があの勲章もらえないという法律は多分ないから、この勲章もらってるからってあの僕のおじいちゃんが日本人とまでは証明できないんでしょうけど、まあちょっと言いたい人は言っといてください。僕はこのようにですね、天皇陛下から直接、勲章をですねいただいた、まあ祖父の魂を継いでですね、公のために、自分のためにね生きるんじゃなくて、社会のお役に立つ仕事をして生きていきたいんだと、そういう立花家の家訓です。おじいちゃんも お父さんもいわゆる祖父も父もですね、そういう思いで、生きてきた。2人とも亡くなりましたけども人物であります、私は公のために生きていきたい、そういう気持ちは今も変わりません。ちなみになぜか夏目ちゃんの、ね、夏目議員のこういうポスターも貼られております。で、これはまあ紹介したことないですけどね、人間は醜い醜さを愛せと、リーガルハイデの名ゼリフなんですけどね、僕も含めて人間なんていうのは醜いんですよ。だからそういう醜い自分も含めて、みんな人間醜いんだから、そういう醜い部分を愛していきましょうよっていうのが、僕の考えですかね。あと今日ね、東京新聞じゃなくて中日新聞さん、このようにこれ東京新聞は、早めに5月の連休前に書いてくれたんですが、中日新聞はさんはですね、今日このような感じで、NHK から国民を守る党の大きな記事をですね書いてくれたようです。いずれにしましてもですね、本当に、批判や敵が増えたことだけは間違いないんですが、それはもう本当に応援してくれるボランティアの方、支援者の方が大勢いることの証であると思っております。これからもですね、 NHK の被害者をお守りするというですね、この一番やらなきゃいけない一丁目一番地、これをしながらですね、 NHK のスクランブルをすることによって NHK の被害者が出なくなるとこういうことについて、やっていきたいと思います。で、なんかいろんな人がね、サイフラットマウンテン君かな、なんか質問をネット上で投げてくれてるそうなんですが、よかったら、多分彼船橋なのかな、全然よかったら来てもらったら対談する時間は作りますよ。全然質問を、僕ちょっと本当に YouTube 全く彼の YouTube を見るほど暇ほどっていうか暇じゃないので、対談形式で20分30分ぐらいであれば直接質問にお答えさせていただくぐらいの時間は、取らせていただくので、そんなことは全然どうぞおっしゃっていただければ、電話番号、僕の電話番号この下に書いてますから、
直接お電話いただければ時間調整させていただきます。ということで、参議院選挙、そして、そうですね、足立区の区議会議員選挙のポスター貼り、5月の19日ポスター貼りのボランティアもですね、多くの方が今名乗りを、ですね、連絡をいただいております。ありがたいことです。しっかりとですね、この参議院選挙の前の足立区議会議員選挙も勝利して、参議院選挙に弾みをつけてですね、NHK をぶっ壊す、そういった国民の皆さんの思いをですね、国会に届けていきたいと思います。政治の場へと届けていきたいと思います。以上です。参議院選挙、そして、足立区議会議員選挙に勝利して NHK をぶっ壊す。